助動詞のシャルとシュルを一緒にやっていきます。なんでこれ一緒にやるかっていうと実はシュルってこのシャルの過去形やったよね昔はただ意味はほとんど今関係なく使われているのでそれぞれ別の完全に別の助動詞みたいになっていますまあ、でもそれぞれ意味あんまり多くないからここでは一緒にやっていくねでシャルはま今出てきている間ではこの疑問文の形で使うのがほとんどですシャルアイとシャルウィーと でこの s h a l l の意味を覚えておく上でもこの i と we っていうのに注目するのが大事だよね。s h a l l w e っていうのはよく聞いたことがあると思います。s h a l l w e d a n c e っていう映画も昔ありました。何々しましょうってことだよね。ダンスしましょう、踊りましょうっていうことです。で、これをどういう時に使うかっていうと、まあ、その意味の通り自分も入れて we 私たちなので自分も入れてあなたも一緒にってことです。 なので、shall we になってますよと。ってことはや、ね、で、shall I っていうのは shall we と違って、一人、私しかいないので、私が何かしましょうかっていう意味になります。相手に聞いてるんやね。なので、えー、上の文は shall I carry your bag? キャリーは運ぶって意味です。なので、あなたのカバンを私が運びましょうか、お持ちしましょうかってことです。 この i と we に注目しておくと意味がそれぞれ覚えやすいと思います。で、shall we の方は何と書き換えができるかっていうと、何々しましょう。どっかで聞いたことないこれも命令文をセットにした文の形で出てきました。命令文の前に let's を置いてあげると、何々しましょうというふうに相手を誘う文になりました。なので shall we dance を let's を使って言い換えてあげると、 Let's dance になりますよと。動詞の原形を let's の後に持ってきてあげると。Shall I は何にしましょうか ?Shall we は何々しましょう ?I と we に注目して意味を覚えておいてください。じゃあ次、should 言ってみましょう。You should go to the hospital.Hospital は病院やね。Go to the hospital で病院に行く。あなたは病院に行くべきです。何々すべき。 っていうのがになります。これ一つ目の意味です。で、二つ目は、he should know her name。これはちょっとみんなあんまり聞いたことないと思うけど、何々のはずだって意味になります。なので、he should know は知ってるよね。her name。彼女の名前を彼は知っているはずだって意味になるよね。で、このすべきとか何やろはずとかって今まで出てきたやつと似てるよね。 例えば、マスト、〜何々しなければならないとすべきってどう違うのかっていうと、マストの方が意味が強いです。しなければならないやもね。シュルはした方がいいぐらいの意味で考えてもらったらいいと思います。このシュル、〜のはずのシュルも、メイと似てるよね、ちょっと。メイは〜かもしれないでした。かもしれないなので、シュル、〜のはず、こっちの方が確率が高いです。 同じように可能性を表しているけど、こっちの方が可能性が高いんですね。それぞれしっかり、他の助動詞との意味の違いを理解して覚えておいてください。で、この種類2つの種類とも何と言い換えれるかっていうと、オート to" っていうのと言い換えれます。なので、上の文は、You ought to go to the hospital。下の文は、He ought to know her name。で、言い換えることができるんやけど、これはちょっと難しい内容になるので、こういうのもあるんやなぐらいで、 覚えといてください。